これちょっと机側から説明します。一応ですね、あの僕のオリジナルレジュメのここに書いてある通り、 A ランクはよく出る、 B ランクは普通、 C ランクはたまに出る、 D ランクはもう削除済みです、もうやらなくていいからっていう意味で D ランクっていうのは入れてません、もう腹からこんなにだからね、自分が赤子も解いてて、あれ何やこれ、ここにも載ってねえじゃんってやつはもう無視してください。そしたら D ランクなんで、ね、全然できなくてもいいようなレベルの話なんです。ね。うん、一つだけとか、例えばね、ちょっと今日は実は午前中で喋ったんですけど、社債っていう論点があるね。昔日商2級で出てて、今も出ないよっていう、1級、日商1級に回っちゃってて、社債ってやつがあるんですけど、ね、あれが D ランクなんですよ。例えばね。今日は午前中やったから、社債に。あれも出ないから、一応出るんだよ。建設業2級に出るんですけど、まあ、D ランクなんで、カットしなくてもいいかなと。そんな感じです。だから鼻から入れてません、D ランクはね。で、次ですね。合格最短作戦ということなんで、ちょっと太字のところですけどね、ちょっと読んでいきます。下記の第1問から第5問の過去問を解けば、合格レベルに達しますと。ね、よって、時間があまりない方はここ引っ張りましょう。過去問のみを何度も何度も繰り返しておいてくださいと。過去問だけでいいです。もういきなりやるのが。ね。二小期二級勉強とかやってるからね。全然それで OK です。ね、そして、なお、矢印が難易度が低いものから高いものの順番になっているので、矢印の通りに解いてくださいと。ただし、最近の傾向として問題文の表現が少し変えて出題される場合もあるので、問題文よく読んでくださいねという話なんですけど、ね、この矢印が僕のこのオリジナルレジュメの肝なんですよ。例えばどういうことかというと、そうだな、ちょっと見ていきましょうか。例えば第1問、勉強しようとしましょう。ね、で、バルポチがですね、全部7つあるんですけど、7種類なんですよ。これが A ランクなんですよ、第1問ね。よく出ます。むちゃくちゃよく出ます。まず A ランクから数つけてほしいんです。で、次 B ランク、C ランクっていう順番になるんですけど、ね、まず例えば A ランクにしましょうか。A ランクのですね、例えば完成基準にしましょう。これ、工事完成基準ってやつなんですけど、内容は後で喋ります。完成基準を勉強すると4問だけやってほしいんですよ。実は4問。ね、つまり、まずは15回の3番目なんです。ね、これが第15回です。検定試験の番号ね。検定試験の15回の番号をちょっと書きましょうか。皆さんのレジュメに載ってますからね、特に書かなくていいんですけど、完成記事を勉強するときは第1問のね、15回の3番目をまずやってほしいんですよ、ね、そして次にやってほしいのは24回なんですよ。第24回の第1問の5番目になりますから、それを次にやってほしいんですよ、ね、そしてその次に22回ですね。22回の2番目になりますから、それやってほしいんです。だから回数これね、どんどん最新じゃないですよね。戻ってますもんね、22回。そして最後に25回です。ということで、このね、4パターンやってほしいんですけど、4つ。この順番でやってほしいんですよ。こっちが簡単で比較的。こっちが難しくなってですもんね。ね。という順番で僕は研究して作りました。ね、だこれやってから2ヶ月ぐらいかかってるんですよ。全部の問題に把握して、これ解いて、これ解いて、これ解いた方が多分効率よく勉強できるからっていうのをずっと研究して作ったレジュメなんですよ。ね、これは多分僕しか作ってないんで、ね、みんなこれを見てもらえばね、お持ちのレジュメ見てもらえば、もうスムーズに勉強が進むんですよ、ね。そんな感じで順番通りやってみてください。ね、そうすると違和感がなく多分解けます。これない状態で、つまりこの俺のレジュメがない状態で自分でやっちゃうと、こっから手出したりしちゃうんで、これ止まっちゃったりするんで、あれ進まへんっていうのになっちゃうんでね、まあ、スムーズにいけるように工夫しましょうから、ね、でそんな感じで活用されるといいかなというふうに思います。 OK ですかね。さて第1問もね、 A ランク、 B ランク、 C ランク用意しました。もちろん A ランクから先にね勉強してほしいです、ね、よく出てくるやつからやってください。で次パラッとめくっていただきますと、ね、第2問ね、次ありますね、A ランク、B ランク、C ランクね、これも用意しました、ね、もちろん A ランク、B ランクからね、片付けてほしいんですけど、ちょっと A ランクのところ見てください。第2問なんですけど、工事
進行基準ってやつがすごくよく出るんですけど、これも第一問対策でやれば解けちゃうんで省略してます、ね、第二問の方でもいっぱい出るんですよ、これ実は工事進行基準ってやつがほぼ毎回出ます、ね、まあ毎回はちょっと大げさかな、2回に1回ぐらい必ず出ます進行基準っていう問題がね、うん、ランクなんですよ第二問でもね。しかしね、第一問でマスターしちゃったら第二問のこれはできちゃうんで、だからこういうのはカットしてますもん、実は、ね、だからこれもね、活用しちゃってください。このレジでもどれをカットしていればいいかというのは全部ここに書いてありますから、ね、今日渡した後もね、そう、何週に行き終わったらすぐこれ見てこれで勉強すると、ここだけやればいいんだということでどんどんやっちゃってですね、そんなに勉強量ねえなっていうのが分かりますから、その、ね、はい、では次です。で今度はね、第3問ですね。ちょっとざくっとだけ見ていきますよ。第3問または第4問って書いてあるんですけど、理論と計算が出るんですよ、ね、第4問とね、第3問ね、理論問題と計算問題とかあるんですね。理論は要するに丸バスとか、ね、記号で選べみたいな感じが出てきて、で計算はね、あの二小目二級で普通に勉強した、あの感情連絡で一生懸命作ったりとか、ね、普通の計算問題です、ね、でもちろん計算問題の方が配点高いです、圧倒的に高い。理論問題は入って低いです、ね、ただしね、そんなに難しいっていうやつはあんま出ないんで、ね、ワンパターンばっかなんで、ちょっと理論もやってほしいんですよ。ただし、すべて B ランクです、ね、理論はね、すべて B ランクで出てくると思ってください。計算は A ランクと B ランクで、C ランクはないです、はっきり言ってね。だからね、あの建設業経理士の合否を決めるのはこの第3問、4問と思ってほしいんですよ。145です、ね、145ね、第1問書いてか、ね、第1問第、4問もしくは3問ね、あの点数が高い方の書いてあります。そして5問です。135もしくは145で、3問がね、例えば14点で、第4問が24点のケースだったらね、145です。で、第3問が24点で、第4問が14点の回だったら、ね、これが135ですよ、だから、ね、ここが変わるときあるんで、配点が変わるときあるってさっき言いましたね。そう、だから配点が高いところをもちろん取るということになるわけです。OK ですかね。はい、したがって2はね、ほぼほぼ捨てちゃっても、まあ、合否ではあんまりしょうないということなんですよ。第2問。もちろん取れるところいっぱいあるんですけどね、一生懸命2級勉強したから結構取れるところ、あっさり取れるところあるので、もちろんやってほしいんですけどはい、で、次ですね第5問、こちらの方ですね、右側の方です。第25回をベースに解くと、で C ランクはなしと言ってるんですけど、これ何言ってるのかちょっとね、こういうことです。あのね、まずね、第25回を通しでやってほしいんですよ。第25回の第5問です。これは全部通してやってください。ったら1回にまずやっちゃいます。25回だけでいいですよ。まず第25回だけ全部やっちゃうんですよ、通して。それは何回もやってほしいです。何回も何回もやってください。そしてその後なんですよ、その後にね、似たような論点ばっかりなんで、やっぱりね、うん、違うとこだけやればいいです。要するに25回に出てこないようなやつやればいいんですよ、ね、それがそうにね、A ランク、B ランクっつって書いてありますから、ちゃんと、ね、で回数も全部書いてありますよ ね、第ね、何回のどこにありますよっつってね、ありますよね。例えばどこでもいいや、じゃあちょっと一つピックアップしましょうか。例えば仮払い金がありますよね、 A ランクのね、第5問のね、 A ランクの仮払い金、丸ポチ上から1、2、3、4、5、6、7、7つ目ですかね。前払い費用ってありますよね、これ26回の3番目の1番目に出てて、で次に予費なんですよ、金払い金で絡むのはね。これが24回の3番目の1番目に出てて、で仮払い法人税ね、これ25回の隔離の丸2番に出てますよみたいな感じで、ね、全部仮払い金に関係するやつ書いてあるんです、こうやって、ね、だそれぞれ1個ずつやればもう OK です、ね、はい、ということでね、ピックアップしてあとはやっていけばいいだけの話になります。もちろん A ランクを優先にやってくださいね。 A ランクは全部ね、第5問のやつももちろんやってほしいです。は
はい、余力があればあ B ランクとかね、まあ、C ランクはないんですけど、ね、B ランクの、ね、いくつかをちょっとピックアップして、まあ、自分なりにやっておくということですね。例えばね、まあ、B ランクで、そうやな、じゃ上から何でしたっけ、5つ目かな、仮受け金。ね、なんか例えば、償却債権取り立て金なんかあるんですよ。ね、25回のね、各国でね。まあ、あんま出ませんけど、ね、あんま出ませんけど、ね、ちょこちょこっと出てくるときあるんですよ。ね、うん。だからこういうのもね、ちょこっとありますよーっていうのが B ランクなんで。ね、ただ、できなくてもコーヒーにはしょうないんで。ということで、第5問の、ね、勉強もこれを見ながら、ね、しっかりとやっていただければ結構です。OK ですかね。したがってね、大体、まあ、今収録してる